東小平と談笑する、陳雲陳雲は、中華人民共和国の政治家で、中共八大元老の一人。元名は、両陳雲。香港で、香港上国論を執筆した学者は陳雲ンンを参照。貧農の家庭に育ち、小学校卒業後、上海商務院所管で、食事公見習いとなる。5.30事件が勃発した1925年、中国共産党に入党。 調整及び順議会議に参加するなど、長い党歴を持つ。1930年、第6期党中央委員会第3回全体会議において、中央委員候補に選出。1931年1月、第6期4中全会で、党中央委員に選出され、第12期まで務めた。1934年、第6期後中全会で、中央政治局委員。 第二次世界大戦終結時に、旧万州に移り、中央北万文局初期、中央東北局副初期、東北民主連軍副政治委員を務めた。中華人民共和国成立後は、政務院副総理兼財政経済委員会主任に、任じられ、財政経済政策の最高責任者となる。新運の経済政策は、市場調節、財政収支、 受給バランスを重視するもので、悪性ハイパーインフレを抑え、物資欠乏の解消を目指した。1953年より発動された第一次5カ年計画の制定に携わる。1954年、政務院が国務院に改祖されると、国務院常務副総理に就任。その後、商業部長、国家基本建設委員会主任を兼務。1956年の 第八期一中前会で中央委員会副主席中央政治局常務委員に選出される。毛沢東が打ち出した大躍進政策が破綻すると、党将平と共にその是正に奔走する。しかし、陳運の政策は毛沢東の考えに反するものだった。文化大革命が発動された1966年、第八期十一中前会において副主席を解任される。 同会議で政治局常務委員の地位を確保することはできたが、序列は11人仲裁会であった。1969年には、中央委員に格下げされ、副総理の職務も有名無実となる。同年、東商平ともども、厚生省南省の向上に加工された。1975年、全国人民代表大会常務委員会、副委員長に選出されたが、 実験から遠ざけられていた。1978年、東小平が3度目の復活を果たすと、第11期3中前会で、東副主席、政治局常務委員、中央規律検査委員会第1書記として復権。翌1979年には、国務院員副総理に任命される。1981年、第11期6中前会で、計画経済を、おもとし、 市場調節を補助とするべきであると主張。翌1982年には、計画経済を、過ご、市場を取りに例え、市場は計画の枠内に閉じ込めるとした取りカゴ理論を打ち出す。1985年にも、計画経済と市場調節を再度主張した。陳は保守派従陳として、改革開放論者の鄧小平と対峙するようになる。1987年、 当昌平とともに政治局常務委員を退き、当中央顧問委員会主任となるが、当時ハイパーインフレが加速していたため、改革派から保守派に経済政策の主導権が移る。特に、当昌平が後継者と定めた雇用法と調子用が相次いで失脚したのは改革解放の行き過ぎが原因とされ、当昌平が、 保守派に配慮することによって、賃軍の存在感が増していった。しかし、第二次天安門事件、東西ドイツ統一、ソビエト連邦の崩壊などで、共産党政権の正当性に危機感を覚え、保守下に傾斜していた、高拓民政権に対して不満を募らせていた、当昌平が、1992年の旧正月に行った南巡講話の中で、賃運が保守派を批判。 この講和が前頭へ伝達されると一気に形勢は逆転し、改革開放路線が再活性化すると、沈文は過去に有効だった方法はすでに適用できなくなったと、自身の誤りを認めるに至った。1992年10月、第14回党大会における党規約改正で、中央顧問委員会が廃止され、沈文は引退した。1995年4月10日、死去。 去年89、生涯経済特区には足を運ばなかったという。この日、第1期全国人民代表大会第1回会議において、政務院総理の周恩来が国務院総理に就任して、国務院が成立。第1期前人代第1回会議の最終日である、翌日、国務院副総理、秘書長の選出が行われた。副総理、閣僚、 秘書長らが正式に任命されたのは9月29日。天子里氏、巨流の大道、毛沢東 VS、東昌平中国の歴史11、元共産党元老の子息が商業銀への転換に、抵抗中国国家開発銀に、試練ブルームバーグ。ありがとうございます。